芸能活動は実は何回かやめようと思っててでも最終的にやっぱりもう子どもの頃からやってることなんで私この世界以外知らないなっていうやっぱり自分が一番好きな世界で一番好きなものをやらせてもらってて自分に本当に合うなっていう天職だなって思える仕事って芸能活動以外ないなって。 と思っっっててて戻くるっていうのが携わらせていただいた作品だったり役だったりとかそういうものの責任も全部負わなきゃいけなくなった時にやっぱり好きだけけじゃ続けられないと思うんですねそれを自分で背負う覚悟があるかだと思うのでそうなった時にその覚悟を持ってやってきたんだから続けようっていうのにまた戻ります最終的に。社会現象にもなったアニメ鈴宮春日の憂鬱で 鈴宮春ひの声優を務めた平野綾さん近年ではミュージカル女優として目覚ましい活躍を見せ数多くの舞台に出演しています2022年8月末には10年以上所属した事務所から独立新たな一歩を踏み出しました子役から始まり間もなく芸能活動25年を迎える平野さんが直筆の折れ線グラフをもとに 歩んできた人生を語ります平野彩乃マイライフ 一番最初の点が、えっと、大体2歳とか3歳なんですけどこれがニューヨークに父の仕事の関係でちょっと住んでたことがあって人生で一番最初に見た舞台がブロードウェイの,あの作品だったんですけどその時ピータータパンを見たんですねで私の中でも本当にきらびやかな世界でああやって歌って踊ってあの自分もやってみたいなっていうふうに思ったショーを見てっていうのが、はい、一番最初の えー、私がこの世界に興味を持ったことでした小学校に入ったぐらいだと思うんですけど私学校がものすごく嫌いで本当におとなしい子供だったので全然友達も自分から作れないし輪の中に入っていけないしでやっぱりそれがあの原因で結構いじめられたたりとかもしてたんですよ小学校時代だからもう私はこの暗黒の小学生時代って。 アマチュアではあるんですけど初めてミュージカルの舞台に立たせていただいて地域のミュージカルのような組ミ,ミュージカルだったんですけど自分からやりたいって言ってオーディションに行って受かってっていう。こ,こから一気に 道が開けたかなと思います。じゃあ次のステップアップって何だろうって思った時にこの10歳でまたちょっと上がってるのが初めて児童劇団に入ったた。時でした父も母もやっぱりとても厳しい世界なので、まあ、簡単には「うん」とは言ってくれなくて本当に「一生の仕事になるように決意して始めなさい」っていう風に言われてで家族会議で「分かりました」って「一生の仕事にします」って言って劇団に入ることを許してもらえた。 そんな平野さんに転機が訪れたのは13歳の時日本映画界の巨匠が発した一言で運命が変わります13歳の時にドラマをやってでそのドラマで初めてあのエキストラとかじゃなく役付きの名前をいただいてそのドラマが本当に不思議なドラマで私主題歌も歌わせてもらったりたまにアニメパートが出てきてそこに自分の声は てるとかその時の監督が三池隆監督なんですけど語り口調が面白いねって言われてそれを聞いた当時のマネージャーがちょっと声も変わってるしアニメの仕事のオーディション受けてみるって言ってくれて受かってそれがデビュー作になったっていうことで14歳の時に初めて声優デビューしましまたプロの声優さんたちの中に急に。 小役ポンって入れられてはいじゃあマイク前でお芝居してっていう状況だったんですよなので右も左も分からないしマイク前で台本どうやって持ったらいいのか分からない先輩方の様子を見て盗んで全部こうやればいいんだなっていうのを自分で発見しながら現場に行くっていうそこから本当に自分が声優としてアニメのアフレコできると思ってなかったのでびっくりしました最初は。一生に 1>, 1回ぐらいアニメの仕事してみたいなぐらいに思ってたんですけどまさかここでデビューしてからこんなにたくさんの作品に関わらせていただけるとは思ってなくて声優デビューをした後当時の事務所の意向でアイドル活動にも挑戦しかし慣れないダンスとトークに苦戦したといいますそしてアイドル活動の2年後平野さんは大きな転機を迎えます ここであのチュドーンって下がったアイドル生活があってで急にここまた上がるんですけどここがまさに私の代表作になった鈴宮のの憂鬱と出会えたのがここ完全にこれで人生が変わったなって思うあの「はるがなかったら今の私はいないな」っていうふうに本当に思う大事な作品大事な役。本当に人生変わっっちゃったので目まぐるしすぎて 自分の中でその役に出会えたのはとても大きかったんですけどここからがかなりきつかったしんどかったっていうのでちょっとごめんなさいここからがすごい下がってるのはそういう理由で睡眠時間もほとんどなくとかご飯食べる時間も移動時間もずっとお仕事のことをやってみたいな状態がもうこっから何年も続いてお芝居がしたいはずなのにそれにうまく時間を費やせないというか自分の心に余裕が なないいとと表現ってでできないと思うんですけどそれが一切ない状態でインプットができずアウトプットばかりの生活を送ることになってお仕事いっぱいいただける反面すごく苦しかったなっていう大学に入った時に一瞬この業界やめようと思った時が芸術学部の専攻で入ってたんですけど裏方ができるように映像とかの方に進んだんですよね。<laughs> あんまりこれ 言ってないんですけど、お芝居する方じゃなくて、もう完全にあの。裏で C. G. 作ったりとか、音楽を作るパソコン作業の方の。あの学科を専攻して、そっちを選んだりとかした時もあったので。うどういう状況であれ、この世界に自分が関われてれば、幸せかもと思って。大変だった時は、なんかそういう思いもありました。二十歳過ぎて、本当にマックス忙しい時とかに、あの、その話を家族でしたことがあって。言われたのが。 やっぱりあの時の約束はもちろん今ずっと守ってるのはもちろん分かってるし今まで頑張ってきたのはもちろん分かってるけど本当に自分が無理だと思ったらそれを最後まで守らないで自分の自分のことをまず第一に考えなさいよっていうのは言われました。でようやくそれがが変わるのがこのこ 一番最初に目指した夢であるミュージカルに出ることができたのが23歳の時人生の2番目の変わったのはこの辺かな一日中お稽古しなきゃいけなくて渡さなきゃいけなかったりとかするのであの今までみたいにアニメのお仕事をたくさんするっていうのはもちろんできないっていう環境になって声優として舞台やるのかちゃんと舞台にどっぷり使って舞台人としてやるのかでどっちかだと思ったので私は。舞台を 本当にあの真剣にやってる方たちに足手まといだと思われないように大臣として見てもらえるように仕事をしたいなと思って舞台の世界に足を踏み入れたっていうまたスタートのタイミングはこの23歳でしたそこからが本当に試練だったというか23歳で念願の舞台デビューを果たした平野さんしかしそこで壁にぶつかります ちゃんとしたミュージカルのお稽古あ、まあ、レッスンをしたのが児童劇団の時以来ちゃんとしてなくて、まあ、アイドルの時はポップスの歌唱のレッスンがあったりとかダンスのレッスンがあったりとかあってで声優が忙しくなってからはもうそんなレッスン一切受けることができななくくてて時間がなくてそこで乗り込んでって自分の実力があまりにも戸惑ってないことがはっきり分かってしまってあこれじゃダメだと思って。 その後にまた受けたオーディションで初めてミュージカルで主演をやらせていただく作品がこの次のレディーベスまあ力不足で本当に悔しかったんですよミュージカルの世界に行ったはいいんですけどそれまでの,その準備不足と時間のなさっていうのでもう本当に悔しかった だ,たんですよね、だから「まだ声優さんね」っていうふうに見られちゃう面だったりとかあと「あミュージカル2作目なのね」「3作目なのね」っていうなんかこうまだちょっと新人だから許されるっていうなんかビギナーズラックで許されてる感じっていうのがまだあった時だったのであとはプライベートなことで言うとその本番中にあの一番の理解者であった父が亡くなってしまったっていうのがすごく大きくてもう泣いちゃって歌えない時とかあって。 一番の見本が父親だったので父の背中を見て育って私の仕事の仕方だったりとかその仕事に対しての,あの思いみたいなのも全部父をやっぱり参考にして、はい、目標にしていた部分が強かったので幸福度はこうガクンとここでまた下がっちゃうんですけどまたこの気持ちがなかったら絶対這い上がれないのでここから。 巻きししててやろうと思っっ頑張るきっかけになりましたここでまた一気に上がるんですけどいろいろ学び直そうと思って留学を決意したっていうのがここです父が亡くなってでその時にあの約束してたことがあって父はそのまあ海外とのなんだろう架け橋になるようなお仕事をしていたのでその父が生きてる時にじゃあ私がパフォーマンスする方の立場として そういうお仕事ができるように頑張るっていうふうに約束したんですねで単身ニューヨークに何のつてもないままとりあえず行ってみようと思って行った語学学校と歌を中心としたレッスンに通ったというニューヨーク留学そこで今の平野さんを支える大切な言葉と出会ったそうですやっぱり向こうって一緒にメンタルも鍛えていくのでそう30になるまでに何とかしなきゃと思って焦ってたんですけどなんか向こうに行って 先生生に30歳が生まれたてだと思いいなさいって言われたんですよだから30歳が0歳だと思ってそこから生まれ直すために30歳になるまでに何をしてきたかが重要だよって他の人には経験できないことを今まで経験してきてあなたの中でこんなに素晴らしい経験があるじゃないかと今までの,そのこ,うこういう上を曲折あったつらかったこととかしんどかったこと 逆にものすごく幸せを感じたこともう全部ひっくるめてああもうこっからのためにあるんだってこっから私が人として何かを表現するために経験してきたもう大事なことたちだったんだなって思えるようになって自分が自分でいていいんだっていう今までそのいじめにあってとか実はものすごくネクラで引っ込み思案の子供でっていうところも含め 全部自分なんだっていう平野綾としての言い方が分かったっていうのが留学して実は一番得た人としてどうするかっていう部分だったので本当にかけがえのなないい経験をししたたって思いました私的にはあの常に今が一番幸せと思っているので思っているし思ってたいのでだから一番こうてっぺんに今してるんですけどなんだかんだ今が一番幸せです。<laughs> 幼少期の憧れから始まり、子役、アイドル、声優としてのブレイクを経て、舞台に立ち、幸せと語る平野さん。そんな彼女にとって、人生とは。こちらです、絶えず挑戦、逆境でも自分で何とかするしかないので、常に絶えず挑戦。 今ならご覧の番組をフルで見放題。動画の続きはここをクリック。